はいどうも、デコヒロシです。浅田太郎のメンバーです。イエー海イエーイエー雨イエーイあーあーあー助けて助けて何がやねん、ほんま何がやねん。ガスリスタンドの人見張るしな、ほんまにガスリスタンドの人見張る、ガスリスタンドの人見るみたいよ。我々は本日、島根県に来ております。木内くんの車です。ノートに乗っております。出雲大社に先ほど行きまして、そこで、参拝を済ませまして、それから、出雲そばを食べました。比較的、美味しかったですね。甘くて、ちょっと関東風なという、奥田くんのね寸評もありましたけれども、はい木内くんは返事マシンです。うちはい、うちはい、うちはい、うちうちはいはい映ってるよ映ってるよ映ってるよ。ということで、この模様は、後ほど長編動画にてお送りいたしますが、とりあえず近況報告というか、中継ですね。山田くんちょっと奥にいますよ。もうなんかあ、これね、今日も可愛いですね。アイドルアイドルはね、あんま喋らないんですよ、やっぱり。岡田くんはね、今日ちょっとねこれ被ってるのは何の帽子ですか。臭い結構ガチ臭いから俺もな、被るの抵抗あんねんだから俺わざわざこのために被って今臭い臭いね、ファブリつきたへんねん。びっくりするほど臭かった。ファブリファブったん、ちゃんとだからファブリ足りひんから、ファブローモック。はい、ちょ俺にかかってる、俺ちゃうちゃうちょ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 パブラのちゃんとあかっあーめっちゃ濡れた最悪や。ちょファブリーズってベタベタするやん。パパおこえパパおこえじゃないでそんなにうわうわちょ鼻につん匂いせえへんやん。つながってるつながってるよ。ちょやめろやボケ、こいつ中継中やで。そう、中継ほんまめっちゃビチャビチャなってる。怒ってる。そうやろ。あ、今ので怒った。メール塾って何？ああ、最悪。ほんまメール塾って何？メール。うち。逆マシーンや。うち。マジで逆マシーンや。うち。はい。うち。はーい。うちメール教室って何？メール塾。何なんそれ。何なんそれ。ティラミス食べ、ティラミス。チャームス。チャームス。チャームスじゃない、チャームスじゃないよ。うちに近いでチャームスくん。チャームス、チャームス、チャームスくん。チャームス、チャームス。チャームス。チャームスって言ってよ、もう完全に。チャームスやで。チャームス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 って言ってよ。チャームス。チャームス。あの、そこの、つまりこんなところで。うち。うち。返事せえ。はい。忘れてた、今。忘れてた。うちいる。はい。はい、じゃあみんな最後、ちょっと、みんなにね、神手の一発芸で終わんやろ。神手の一発芸か、どうしようかな。今日の神手来たー。神手が今、モノマネすんだよね、3個3個3個面白いところそれ、なんやっけ。あんだけ振ったらなくなんじゃないよ俺からも、めちゃめちゃなくなったわ。では、神手からのモノマネをお送りしますえ、すげえ。まず一つ、もっと振ったらええ匂いなんちゃう。したいたいたいここにマウリス食べようや。じゃあまあベタなやつなんてやろ。前でやってるよ。その2、すげえマウリス溜まんちゃう後ろに。すげえな。そうですね。あーすげえ、全然匂いしてへん。あーすごい奥田に勝つファブリー。あでもこれこちらも臭い。臭いの。いやで、まだ振った、まだ振った、まだ振った。今匂いで、匂いで全然匂いせえへんねん。すごいね、ファブリーズって。うん、すごない。あんだけ振ったらすごいんやな。え、臭いのどこ行ったんやろ。神手についたんかな、全部。ついたんじゃない飛ぶ、そういうことなのこう、グッてこっちがいい匂いになってほとんど顔に変わってましたね。うわ、ここにいたらあかんまだ繋がってんねやろ、神手。あと2つやで、はい。あと2つやろ、モノマネ。今日の神手2つ山田も。じゃあ、前に3は作れるのか。そう、お前に3は救えんのかって言ったよな今。はい、今日の神手3。最後、最後、あ、はい。
じゃあ、広島のカープの丸です。ありがとうございました。